ペンネームムタイトさんからの質問。僕には30代後半のおじさんかっこマダオがいるのですが、この前そのマダオが僕の家に遊びに来た時、僕の部屋に泊まることになりました。その日の深夜2時頃、マダオが全裸になって僕に向かって全力でマフーバをかけてきました。銀八先生、彼を助けてください。はい、ズバリお答えします。彼はもう手遅れです。こっちも全裸でマフーバ返しを全力で繰り出し、おじさんを封じ込めてあげてください。悲しいけれど、それが君がおじさんのためにしてあげられる最善のことだと思います。そんなわけでムタイトさん、30代後半のおっさんはあなたが思ってるよりよっぽどガキです。年取った分だけこじらせてます。このアニメ作ってるスタッフの頭の中をあなたにも覗かせてあげたい。